こんにちは、ウルです。それじゃあね、今回もね、お裾分けるメイドインワールドやっていこうかなと思います。えい、いやー、いきなりさっき掛け声で始まったね。このメンツすごいな。おー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 、すごい荒ぶるな、カット&アナ。あ、みんな、そうなんだよね、カットアナはこうやってピョンピョン常に飛び回るんだよね。チュートリアルでやってたからね。そんなにピョンピョンされると首が疲れるぞ。確かにみんな上ちゃんと顔を動かしてるわ。上に細かいわ。足が勝手に跳ねちゃうの。あー、そうなんだ、それ勝手だったんだ。でも忍者らっちいでしょ。あ、そんな喋り方なのカットって。もっとまともな喋り方かと思ったわ。おお、幼稚園に通う双子の忍者、カットがお姉さんで、ね、アナが妹、いつも仲良しね。この2人いつも仲良しだもんね。メイドインワリオからお世話になってますわ、本当に。さっきステージに怪しいやつが入っていったよ。やっつけるのは手伝って。オッケー。さて、じゃあこのメンツで俺ね、思ったらよ、自分で勝手にエブラブとおそらく難易度結構下がるから、ここはお任せでいく。うわ、最悪、モナーが入ってきやがる。クソ、ナインボルト、やっぱナインボルトよりはマシか。やるしかない。てか4人になってるしね。田舎村、田舎なんだね。いや、なんだこの絵面、ポリゴン臭い。誰なんだこのポリゴン臭い鹿。いや、忍法操りの術。あー、なるほどね。動物たちもなんかすごい紫になってるね。え、団子食ってる。いやー、奪われてる。いや、やってること意外と可愛いな。え、これ荷物も何奪うのか。いや違う、ただ単に、いや、カバのやつは結構邪悪じゃなかったか。忍法取り消しの術。あー、すげえな、二人とも。あー、カバー物理、いやー、どっちみちダメージ食らってないかこれ。どっちみちダメージ食らってるよな。あーあーあーあああ、すごいな、こういう映像の作り方。凝ってんのにかっこいいな、急に。ダゴ手裏剣。おーおー、いや、普通にノーモーションでキャンセルされたな。幻の術、原型まで、原枠まで使えたチート能力で、いや、一瞬で書き消されたぞ。で、ライオンになった。なんでライオンになるの。行くやな。いや、ごめんね、アナは多分出番ないのよ、俺の方一人プレイだから、ごめんね。さて、やってまいりました。まず18ボルトから。さて、まずは何、追い出せ。あ、これね、オッケーオッケー、これは楽だね。オッケー、これは最近までは。だからね、ウィー、アラブル18ボルトで、うわ、カバが踊ってる。あ、かわいい、元に戻った。で、次はなんだ。起こせ、こんな感じでいいのかな。あ、待って、これこーそんなバウンドするの。クソ、今のはごめん、今のミスター。餌をあげろ。おい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 、ちょ、届け。オッケー、届いた。危ねえ、危なかった。意外とあれ難しかったわ。意外とそんな届かなかったね。オッケーオッケー。はい、次マイク楽だからね。外せ。あ、オッケー、そういうことね。あ、何を外せ、普通に腕でよかったんだ。あれぐらいしか思いつかなかった。はい、次18ボルト飛ばせ。おいおい、あー、ウサギ、なんでウサギ。実はあの綿毛ウサギのだった。いや、ごめんね。うわー、動きすごかった。おスピードアップ、いいね、このアフェチックのこのフォント、俺好きよ。止めて。オッケー、あー、止まった。ハム太郎さん、ハム太郎さん、いや、可愛かった今のハム太郎さん。いなかったの、こいつ、牛さん、オッケー。うわー、荒ぶる、すごい荒ぶるな。あ、そういう系ね、時間そうなんだよね。で、これは伸ばせろ。あー、こういうことね。オッケー。おお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 、そうはならんやろ。すっごい下荒ぶってたぞ今。蛇を追い出せ。はい、帰る、ハッピー。届けろ。おい、あー、なるほどね、タッチすれば普通にいいのね。オッケー。ビッグさん、普通に銃で撃ったら殺しちゃうもんね。手裏剣で撃ったらスピードアップ。はい、あー、こっちもスピードアップ。荒ぶる。渡れ。ここから、あ、ごめんなさい。純粋に今の純粋タイミング予想じゃ、あのバカの食べさせろ。オッケー、これでいいのね。なるほど。これ食べさせて、今12だね。いやー、13当たるな。あ、そういうことだ。これ懐かしい、これなかったっけ、前のマリオでも、メイドインマリオでもあったね。てか、なんか前ちょっとリアルになってて嫌だったね。割れ、うわー、おお、何こいつ、何今の生命体、ちょっと怖かったね。あ、ボステージ来ましたね。さて、カッターのボステージはどんな感じなんだろう。正直意外と楽しみです。あ、なんか動物園、どういう状況これ。いやー、動物園出荷よ。よく見て覚えて。はい、リンゴゴリラね。オッケー、リンゴオウム2匹、うん、で、キリン、うん、なんだろう、これで覚えて、なんか記憶力系かな、確かめていく。はい、何、ペアでいたのオウムです、間違いありません。いや、なるほどね、こういう記憶力ね、簡単よこれ。うわー、かわいい、いっぱい出てきた。
で次は第何問まであるの。第2問リンゴは何個あったかとか。いなかったのはライオン。こんな弱肉強食のやつはいなかったよ。全然いなかった。簡単、すっごい簡単に2択だから。しかもなんかちょっとこの選択肢の葉っぱのマーク、動物の森の家具のマークに似てない。第3問水辺にいたのはキリン。危なかった。これで OK、 キリンですね、間違いなく。オッケー、はい。いや、キリンさんすごいな、みんな喜ぶ。仲いいか、弱肉強食もクソもねえのか。いや、簡単、一番簡単だった。うわー、ライオン、あれこれ化けてたやつじゃなかったっけ。いや、すげえノリノリなんだけど、お前も。いや、2回ミスったのね、ちょっと悔やまれんね。あの18ボルトのやつ、なんで俺毎回渡る系18ボルトと9ボルトになるんだろうね。それが悔やまれるわ。これ手裏剣当ててボコボコされるのかな。いやー、容赦ない容赦ない。追い打ちもすごかったぞ今。よし、クリア、任務完了、やったね。お、金ありがとうございます。さて、これでアカットとアナもクリアして、次は誰だろうね。また3人出んのかな。次は誰だ。あ、ジミーか。なるほど、ジミーと誰だ。アシュリーとオビロンか。じゃあ次ジミーやって今回の動画終わろっか。ジミー T、 ジミー T って名前なんだ。なんだここ暗くて神器くせえな。言ってやるな。うむ、少し気味が悪いな。ライゴは怖がりですね。いやーすごいかわいそう。いや、そうじゃないと思うよ。まさか怖くなど ないぞ。いや、すっげえ怖がってんじゃねえか。え、ジミーはどこにいるの。全然ジミーいないね。おーい、誰かいるか。ジミーだからなんか派手だ。来た。やっぱ怖がりなんだクライゴは。へえ、やれやれ、やっぱり怖がり。あ、同じこと言っちゃった、マイクと。あ、やっぱ来た、スポットライト当たってるわ。テンション高えな、いきなり。さすがボボボボボボボの具現化。あ、そんな名前なんだ、ジミーサンクスだ。今ホットでクールな一流ダンサー、踊りだけではなくスポーツも万能、趣味はメールチェック。ああそうだよね、メイド言われても携帯がステージだったもんね。ジミーは丸を倒してる方向にアタック。あ、なるほどね、結構使いづらそうね、ジミーくん。なるほどね、移動するのはこうやってあれなんだね。これでこうやって、こうやって、なるほど。あ、でも意外とジミーいいかもしんない。自由機、そこら賢いのに自由機から楽かもしんない。あ、結構意外とバウンドするね、しかも。あお、僕のダンスフロアが。ゲーム番号やっつければ治るよ。 OK、 ゲーム番号なんで僕のダンスで一コロさ。さすがだな、ジミー。じゃあまたお任せでいきましょうか。今回も4人だね。さて、誰が来るかな。うわ、ナインボルトがいる。嫌な予感しかしね。ナインボルトマジで失敗する気しかない。ナインボルト4つ減らされる可能性あるわ。みんな期待しといて。うわー、いきなりすごいマッチョメン。あいか、誰急にそばかすの子来たけど、これ誰。いや、お前、あんたも誰で、誰なのこの人たち。さりげなく違う。いや、クリケット、あ、クリケット関係の人たちなのかな今の。いや、あれ、お前、あれ、モナのとこのバイトの店長じゃないっけ。いや、なんかいつもにマッチョになってない。なんか気持ち悪いな、あいつ。左クラブマッスル2と、上がニートなのかと思ったらマッスル2。いや、やだな、ちょっと。お前なんかい、活躍するのお前なんかい。そ、アフロのジミーじゃないの。何この、やだ、何この映像。あ、そりゃそうでしょうよ。え、何、あ、ボーになったよ、本物の黄色のアフになっちゃって。いや、何これ、何を見せられてんの俺。やだやだ、もう。いや、クリケット、クリケットすごい、何、ノリノリじゃん、あいつ。あいつすっごいノリノリじゃん。な、じいちゃん、じいちゃんとポーズ似合わねえな、おい。何この空間。いや、何この映像、何見せられてんの。始まんのかな。お、始まった。わ、すげえ後ろで踊ってる。着地させろ。で、これ着地させたらこっち側にずらせば OK。 いや、当たるんかい、当たるんかい。いや、いきなりごめん、いきなり失敗したわ、いきなり失敗したわ。くらませろ、おい、おい、やべ。オッケー。おい、なるほどね、これ上から体重かけた方がありやりやすいことで、オッケー。うわー、ナイン戻ってきた。何、カゴに入れろ。はい、オッケー。おい、おい、危ねえ、危ねえ、危ねえ、そういうことで、オッケー、オッケー。一瞬どうなるかと思っちゃった、焦っちゃった。で、次はあるよね、オッケー。数えろ、1、2、で、3、4、4と、オッケー、これでオッケーだべ。4人。カトロー。いや、後ろのダンスいいな、あれリアルで俺もやりたいわね。おお、キュルキュル回ってる。てか後ろのマネキン何。いやいや、すげえな、ジミー。落とすな。
はい、オッケー。これ真上にやってオッケーだから、これポイって、これはもう待機までやったからな、任せてください。初見以外のゲーム俺うまいからね、初見以外のゲームはうまいっていうことが定評あるからね俺。でパンチを当てろ。はい、オッケー。いやサンドバッグごめん、しかもあれ結構砂入ってない状態のやつだな、あの下のやつ。ボールを守れ。はいはいはい、危ねえな、これ9ボルトだからこそ有能だったね今の。9ボルト全方位だもんね。上落とせ。はい、オッケー。いやーいやー、見つかってる、警察で見つかってる、ルパンルパンみたいになったの今。はい、クリケット、たどり着かせろ。はい、オッケー。なるほど、ゴミがあるのね。いや、やめ、環境破壊やめろ、ゴミぐらいちゃんと拾え、待って自分で管理しろ。はい、オッケー。あー、モグラが優勝すんのかい。いや、モグラが優勝すんのかい。なんだ今の。イエー、ジミーちょっと意外と癖強いんだよね、中にジミー癖強い。はい、はい、ちょっと6つジミー、ちょっと、あれか、腕プロペラ型だったのか今の。はい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 、オッケー。草村、オッケー。ダートはダメだからね。いや、ダートツじゃなかった、これなんだっけ、なんつんだっけ、ああいうの。ちょっと待って、ゴルフの知恵がなさすぎる。鍛えろ。はいはいはい、おお。はい、あ、ちょ待って、今のマジか、一回往復ささぎ、ちょ待って、難しい、避けろ、はい、はぁ、じゃあ、いや、燃え尽きる速度エグい、あの人。あ、ボスステージ来た、なんだろう、ボスステージ。ジミー、ちょっと癖強いんだよな。ふわっと浮くからさ、え、何これ、え、なんだこれ、え、何すればいいんだろう。ラスト一気だからな、このラスト一気の感、たまんないね。え、何これ、え、登らせろ。あ、そういうこと、あ、そういうこと、ロッククライミングか。で、これで、なるほどね、なるほど。で、これで外れたところどんどん使って、で、こうやって登らせていけばいいってことね。いや、ちょっと待って、なかなかにむずいな。いや、足の角度気持ち悪い。いや、すごい気持ち悪いな、なんだこれ。待って、むずこれ。ちょっと待って、まず一番下から、ちょっと待って、邪魔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 、待って、邪魔邪魔邪魔。オッケー、予想以上のお前ら伸びるな、お前ら予想以上に伸びるな。てか、すごいなお前ら、すごいなお前ら。ちょっと待って、これすごいな、おいおいおい、どういうことこれ。ほぼなんかよく分かってない状態になってるけど、なんとかなってるよ今のとこ、なんかすごい今のとこなんとかなってるよ。でもお前足の角度えげつないことになってるけど大丈夫かな。で、これで、で、ここら辺掴んで、ちょっと待って、カラスが邪魔。オッケー、ついた、これでオッケーだろ。なんかよく分かんなかったけど、ようになんか感覚でやったけど、どうなのこれ、ついた。おー、ゴールだ。最後のやつちょっとよく分かんねえ、ほぼゴリ押しでクリアしたね。終わったー。これもタックルなのかな。うわー、すごいな。はい、ジミーもクリア。はっはっはっは、クールだぜ。おー、ジミーが仲間になりましたね。よし、これでジミーもクリアしてるけど、ちょっと待ってくれみんな。ちょ、俺9ボルトのやつで挑戦していいか。これ15回しかできないじゃんこれ、ボステージあるけど、これ限界までちょっと挑戦してみていい。そうだ、お任せ。いや、ちょっとここは選ぼっか、ガチめにちょっとクリア目指すわ。クリケット、ドリブル、この3人行こう、この3人で行こう、絶対この3人だろ、俺間違いなく上位までいけるよ、見といて。さーて、じゃあまず1個目、まずはなんだ、色が多いのどっち。おー、いきなりスプラトゥーン簡単だね。そして相変わらず自分塗りが甘いね、紫側の人。オッケー。にしても綺麗に塗られてんな。2だとこんなムラがある塗り方ってされること少ないよね。次誰だ。ぴったりゴールさせろ。1だからここが OK、 これで OK。 危ねえ、なんかそういうやつ、あれ初めて見るゲームだったね、いいね。 3、 これね、はい、 OK、 OK、 届け、キャラメル、はい、届け、お届けもんよ。で、3、4で、次誰だ、出せ、あ、OK、 これでも楽だ、本当のマリオじゃねえか、まんまマリオ、まんまマリオだね、まんまねえや。いや、俺の似てるマリオはどうでもいいんだよね。お化けを見つけろ。ここね、はいはい、簡単。いや、これは簡単だね。これ間違って叩いたりしたらあれなのかな、失敗になるんかね。ありそうだね、下のなんか宝箱と今反応あったしね。じゃあ、で、スピードアップ、はい、取れ、オッケー。これは、これはマイクのマイクでオッケーで、マイクのマイクで撮れるって、なんか、いや、ちょっと卑猥だな、なんかちょっと言い方嫌だったね。じゃあこれでジャンプ、捕まるな、オッケー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 、簡単。うわやってる、あぶってる、クリケット、さっきのダンスでミスつけた力見せてやれ。はい、次なんだ、エネルギー食べる、オッケー、ストップ、ビタロックは悪いけど攻撃済みなんでね。はい、次マイク、誰回せ、オッケー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 、これ上に払っとるだけ多分オッケー、これオッケー、これでこれ多分オッケー、完璧、イエーイ、ダンスフィーバー、オッケー。ね、みんな言ったでしょ、これ初期以外のゲームだと俺強いから、あ、組み合わせ、これは、あ、ごめんなさい、間違えました、純粋に今の間違えました、理解力がちょっと追いついなかった、俺右たどり着かせ、これはこれだな、これだ、オッケーオッケーオッケー、早っ、キノピオ隊長足早っ急に足早かったな、キノピオ隊長。
スピードアップいいですね。さてどれぐらいまでいけるかな。褒めろ、え褒めろ、何こいつ、えこらめ、えらい、これだこれだ、オッケーオッケーオッケー。あこれ何秒間の時間制限あるうちだった、間違えてもいいやつだこれ。多分風化雪月かな、ファイアエムブレム多分そうだと思う。収穫しろ、オッケー。あなただけについてゆく今日も運べ、いや違う、運べじゃない、挟まれるな。あーこれ楽、ドリブルだとすごい楽ね、これうぃー。あれデビルマンだっけ、なんかよかん、デビルマンって違ったっけ、デビルマンだもんね、そっちだと。でボステージはマリオだよね、オッケー。あれちょうだい、何回いけてやっとまんまマリオじゃねこれ。あすごい、まんまマリオだ、なまんまマリオってなんかやだ、まんまマリオみたいな感じだもんね。じゃあやっていきましょうか。あこれは多分見たからカットでいいかな。え、ボーナスゲーム。え、なにこれ、なにこれ、なになにこれ、なにこれ、なに、な、なんか、え、ちょっと待って、ごめんみんな。あれね、勘だったと思ったじゃん。失敗しちゃったのよ、俺。あ、これ、なるほどね。この間、コイン獲得しろってやつ。あ、なるほど、金集めなのね。なんだ。実はね、あのマリオワールド、実は失敗しました。あ、当たり判定が予想以上に広かった。クリケットの当たり判定広くて失敗しちゃったんだよね。情けねえ。なんだろう。色が多いんだとじゃあ、黄色。いや、簡単だな。これ、どこだろう。え、どこだこのステージ。俺ステージ全部覚えてねえかな、つ名前。ワンだったらわかんだけどね。次なんだ。お化けを見つけろ。こいつだな。あ、こいつじゃないの。あ、違う、今電車に移動したか、電話に移動したかもしんない今。なるほど、あれな感じなのか。正しいものを残せ。触る、オッケーで、こいつもダメ。オッケー、こいつオッケー、触るメイド言われよね。懐かしい、触るメイド言われ。ちょっと待って、せめてね、もう残機1でも俺頑張っていくよ。残機1でも頑張っていくからね。行けるとこまで行ってみるから。出して取れ、出して取れ、オッケーオッケーオッケー。いやでかい、マイクでかくなった、マイクでかくなるんだね。いや何かとは言わないけどね。で次何、全部倒せ、これクモもか、オッケーオッケー。うおほー俺の似てるドンキの前、もう俺ねこれ失敗した瞬間俺動画終わると思った方がいいかってみんな。21、はい次何、全部取れ、オッケー、おい完璧。チョロボンなんて邪魔くらえ、邪魔くらえってなんだ。次なんだ、ゼルダ来るか。あの組み合わせはこれとこれだ、オッケー。さっきね失敗、さっきの失敗生かしていけ、オッケー。俺もうね初見だとマジで下手くそ、慣れれば楽よ。あこれ待って、これ倒せるんだね、オッケー、倒せるわ。やっぱ強え、ドリブル、ドリブル強えな、おい完璧じゃん。え次何、合わせ、オッケー。これはジャンプで、その場で多分ジャンプでオッケー、オッケー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 。ちょっと待って、早く回せ、オッケー。ちょっと待って、これまずい、あー